ニコラス・ウィンディングレフンはデンマーク出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。1970年にコッペンハーゲンで映画監督の父と撮影監督の母のもとに生まれ、8歳の時に両親と共にニューヨークに渡る。17歳でコッペンハーゲンに戻ってギムナジウムで学び、卒業するとすぐにニューヨークに戻って、 アメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツに通うが、教室の壁に机を投げつけたことで、方向処分になる。デンマークの映画学校に入学するが、こちらもすぐに退学。自らの脚本、監督、出演による短編映画がマイナーなケーブルテレビ局で放送されると、人生を変えるオファーが来た。320万クローネの出資により、当時24歳の彼が、脚本、 監督を務めたバイオレンス映画、プッシャーが公開され、非表面でも、工業面でも、大成功を収めた。また、二作目となる、ブリーダーも高い評価を得た。ところが三作目となる、初の英語作品、フィアー X が、高い評価は得たものの、工業的に大失敗し、巨額の負債を抱えたレフンは、プッシャーの二作目と三作目を作ったことで復活する。 この時のレフンの様子は、ドキュメンタリー映画、ギャンブラー・ニコラス・ウィンディング・レフンの苦悩に収められている。その後、活動の場を海外に広げ、ハリウッドでの初監督映画、ドライブが2011年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、監督賞を受賞。グッチのコマーシャルフィルムを担当し、2012年のベネツィア国際映画祭で上映された。また、 信仰のあるミュージシャンのピーター・ピーターのミュージックビデオも手掛けた。中間色が見えづらい、色覚障害を持っており、色彩コントラストの強い独特な画面構成が特徴。ありがとうございます。